目という字は女という漢字からできています。もともと中心に書くことにはなるのですが、ひらがなの目に関しては中心やや左にこの部分が来るように書いた方がかっこよくなります。ですからスタートは中心より左から入って、こちらの棒を中心を通って入っていくということになります。まずこの棒を斜めに×のように書く方がいらっしゃいますが、これは気をつけて、ここまでまっすぐ書いたらここから斜めに入っていきます。これもここまでは半分ぐらいまずまっすぐほぼ書いて、ここから中に入っていきます。その時にこの線の4分の1あたりを目指して入っていきまして、この角度がだいたいやはり60度から70度ぐらいですね。で上がっていきます。そしてちょうど中心のところをつなぐこの線のところぐらいまで上がったら、この中心真ん中部分までほぼまっすぐぐらい上がっていきますね。そしてここの部分ですね、一番ここが長くなるんですけども、ここをめがけてやはり直線的に降りてきてあげます。そしてここまで来たらまた中央に向かって直線的に入ると、これをやや滑らかに持ってきてあげますと、目という字はきれいに書くことができます。